ADMJTV 小林です。そしてはい、稲垣です。よろしくお願いします。これ何、これもこれもこれも何、これ何新作の、はい、小物たちでございます。いや、小物なのはよくわかる、はい、さてこれ何にする小物なのということで、ちょっとどっちからいく、こちらから。わかりました。はい、まあ、20SA06003 でございます。はい、何このサイズ、何するの、何するの、歌っちゃダメ、歌っちゃダメ、なるべく歌わない。はい、あら、コインケース、あー、なんか新鮮、しかも新鮮なコインケース、種類別に綺麗に選べていただけると。はっ、ちょっといい、触っても。なんかこのキャッシュレス時代にコインケースはいかがなものかと思いきや、意外に使う、そう、コインパーキングとか、小銭だけを使うシーンっていうのが増えてきたんですよ。わかる。逆に。わかる。あの、本当の若者は、本当の若者、ごめんなさい、嘘の若者はいないよね。なんか全く使わないで。私が若者ぶってるみたいに聞こえたじゃないですか、今。いや、そうやって生きてる人もいるんですけど、はいはい、だってコインパーキング必要でしょ？うん。で、意外に、まあ、自動販売機はね、両方今使えるようになってたりします、はい、まあまあなってるけれど、実は私、ついこの間、あの、私、チャージ、カードにチャージして、バスとか電車とか乗ってるんですけど、はいはい、あの、自分で、どっちかっていうと、まずはちょっと現金派、携帯にしちゃうの怖いのね、うん、あの、すぐ携帯とかなくすから、それで、怖いんでどうしてもそうしてたの。で、うっかり足りなかったわけよ。で、小銭なのよ。小銭みたいに。それで今ちょっとね、小銭入れだけ、あの、ガマ口にちょっと、ちゃんと小銭入れるようになっちゃったの。ね、これいいね。そう、種類別に、はい。なんかこう、5円1円エリア。うん。50円、100円エリア。エリア。10円エリア。そう、で分けられるから。500円玉大丈夫だよね。はい。はい、500円玉エリア。深くないのがいい。そう。この浅さがいい。取り出せる、うん、これ大ヒット商品でございます。まだ売ってないけど。作っちゃうし、作りました。いやだ、かわいい。で、革はモーツァルトで、はい。はい、ダウフィン、はい、エールローズ、そしてポーレの中身はネイビーブルー。ネイビーで、はい。はい、そして、カラメル。いいな、これ。すごく機能性がある。一人に一個必要じゃないですか、もう、うん、この世に。機能的、いいもん、これ。いいわよ、これ。やったね。某セレブが、はい。アキちゃんに、はい。小銭入れを作ってって。どのセレブだ？あのセレブですよ。なんか分かった。おっしゃった。はい、セレブは小銭をちゃんときちんと使い分けてらっしゃいます。そうなんです。このね、ちょうど手にキュッと、私の手はまあ多分普通サイズだと思うんですけど、はい、本当にこう握りしめられるから。そうなんですよ。いいね。そう、セレブセット。いやー、すごい。アキちゃん100点。やってみました。本当。あのアキちゃんに、はい、100点って言えるのすごい人がいます。大物です。大物がいます。そしてバッグの中にも、はい、これね、小銭入れると結構、うん、ほら、重さが出るじゃないですか。出る出る、はい、だからバッグの中に立てられるって言って、うん、それも100点。目が怖い。目が怖いけど、その100点っていう時の、すごいね。でも、アキちゃん喜んだでしょ。うん、ねえ、素晴らしい。膨らんでおりました。はい。そして、こっち。これがね、またちょっといいですか。はい、じゃあお渡しします。はい。はい、これ、おしゃれグッズですよ。No. まず、このチェーンが本当にこの繊細な、なんとも言えないサイズのあるもので。昨日の私、スタイリストさんのバースデーパーティーに行ったんですけど、はい、スタイリストさんは、これよりもっとちっちゃいものを首から下げてました。うん、へぇ。やっぱりこうやって。こういう、そういうものがあるんだよね。そうなんです。それは別に ADMJ のものじゃないですよ。はい、はい、はい。で、何に使うんですかって言ったら、うん、いやいや、私はやっぱりね、小銭が困ってるのよってすぐ出せないように、うん、ってその方もおっしゃってたので、うん、今度この小銭入れプレゼントしようかなと思ってるんですけど、はい、カードを入れたり名刺を入れたり、そのためなんだ。私これさっきからスタッフに、ねえねえ、これな、何入れんの、何入れんの、はい、って聞いてたの。これカードを入れたり名刺を入れたり、ファスナー何もないから、うん、はすることができるので、はい、本当にもうこれで、うん、要するに、こっちはあのちょっと小さい携帯も入るかもしれないですね。あー、なんですね。ケースに入ってなきゃ。ここにこれだけの蛇腹状にする、できるマッチがあるのでね。はい、この間をこれなんか入れてもいいの？こちら間一応、大丈夫だ。大丈夫です。そこ、大丈夫だ。はい、あるある。あの、抜け出にはなってませんでした。はい、へー。組み合わせ的に。なので、
まあ、あの女性誌のなんかほら読者モデル的な、うんうん、モデルさんたちいるじゃないですか、はいはい、的な、はい、そういう方たちがうちのショールームに来た時は、うん、もうカードしか持ってませんって、あ、そういう人たちはもうこういう、ね、持ち方をするのね、はい、でこれチェーンがね取れるんでしょ、はい、もちろんです、ここで、あ、これでロブスタークロークダスプレー、はい、はい、もう難しいこと言った、ロブスターナスカンです。ナスカン、はい、はい、両方外して。チップチャンネルで覚えました。そうですね、ロブスタークロー、はい。こちら。これで。もちろん取り外しができ。さっきこのチェーンがあまりにも可愛いのでネックレスにしたいって私が言ったところ、そんなできるじゃん。可愛い。できた。でも妙にこのチェーンが可愛いんだよね。何をしてるんだお前らと怒られそうなアキちゃんに。だけどできるよ、うん、これ長さもいいし、うん、好きだよね、うん、なんかこの長さ、なんていうのかな、いい意味での華奢、華奢なこの繊細なサイズと、うん、でこれ持ってて、でこれつけて持って、まあもうこれたまらんわ、で、ね、色はこれ今ちょっとあのサンプルは、はい、このカラメルです。カラメルしかないんだけど、はい、こちらの、はいはい、5色ございますので、なんでサンプルないのって言ったら、もう今貸し出しでしょってことは来るよ、これ来るよ、それだけスタイリストさんたちがショールームに来て、うん、これちょっと貸してって、あらゆる、あらゆるだってあらゆるところでちょっともう使いたいと思われてるシリーズですから、はい、これはちょっとね、うん、ADMJTV 見てらっしゃる方は早めにゲットですよ。モーツァルトもちもちで気持ちいいですね。気持ちいい。皮については、うん、ボリューム243を見ていただけるとありがたいです、はい、でもなんか母の日のギフトとしてもちょうどよくないですか、いいですね、デリバリー3月末から4月の頭ぐらいなので、はいはい、母の日ギフト、はい、あのこのコインケース、うん、これいいと思う、これお父さんにもいいですね、はい、だったら、はい、そうですね、はいはい、これ喜んでいただけると思います、うん、母の日、父の日はこれで決まりだね、はいそうですね、今決め顔してみたんだけど誰も突っ込んでくれなかった、ではごめんなさい、横目で見ちゃいました、今日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。